カーター軍は、アメリカ合衆国オクラホマ州に位置する軍である。2000年現在、人口は45,621人である。ここの軍庁所在地はアードモアである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2,159平方キロメートルである。このうち2,134平方キロメートルが陸地で26平方キロメートルが水面である。 総面積の1.19%が水面となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口45,621人、17,992世帯、及び12,648家族が暮らしている。人口密度は21平方キロメートルである。10平方キロメートルの平均的な密度に2万577件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人77.92%、アフリカン・アメリカン7.60%、先住民8.26%、アジア0.60%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種1.13%、および根結4.45%である。ここの人口の2.78%はヒスパニック、またはラテン系である。 2000年国勢調査に基づくカーター軍の人口ピラミッドこの軍内の住民は26.20%が18歳未満の未成年18歳以上24歳以下が 7.90%25 歳以上44歳以下が 26.70%45 歳以上64歳以下が23.20%及び65歳以上が16.00%に 渡っている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は92.90人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.00人である。この群内の世帯ごとの平均的な収入は29,405米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は36,729米ドルである。 男性は3万18ベイドルに対して女性は2万877ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は1万5511ベイドルである。人口の16.60%及び家族の12.70%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の21.70%、 および65歳以上の12.40%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。